おはようございます。私の方から1件ございます。本日経済産業省の幹部の人事異動について閣議で承認をされました。発令は7月25日となります。今回の人事では継続性、即戦力、そして省の枠を超えた実績の3点を重視をさせていただきました。継続性という面では島田事務次官をはじめ約半分の幹部を留任といたしました。一方で即戦力という意味では経産審議官に省内随一のタフネゴシエーターとして数多くの実績もある寺澤達也を登用することといたしました。また資源エネルギー庁長官にはエネルギー政策のいくつもの主要ポストを歴任をしてきた高橋泰造を起用いたします。省の枠を超えた実績では経済産業政策局長に経済財政諮問会議や人生100年時代構想の構想会議の事務局として政府全体の経済政策を取りまとめてきた新原博明を、そして製造産業局長には農林水産省食料産業局長を務めた井上浩二を、そして商務情報政策局長には東京電力や三角機構の経営に合計7年間関与をしてきた西山啓太をそれぞれ登用をいたします。その他配布資料の通りであります。なお審議官級課長級人事においても継続性、即戦力、省の枠を超えた実績の3点を従来以上に重視をしてきたところであります。私からは以上です。幹事は読売新聞の工藤と言います。よろしくお願いします。19日のアメリカ商務省の、自動車関税についての公聴会で各国やアメリカ産業界から改めてその強い懸念が示されました。日本としてはですね、関税の発動回避に向けてどのように取り組むお考えかを教えてください。はい、この商務省による公聴会ではですね、外国からだけではなくてですね、アメリカ自身の自動車業界からも反対論が相次いだというふうに聞いております。今後アメリカ政府がですね、こうした米国内の声も踏まえた対応をすることを期待をしたいというふうに思います。日本の立場としてはですね、日本の自動車および部品メーカーはいや、あるいはディーラーはですね、アメリカ経済に多大な貢献をしているわけでありまして、仮に貿易制限的な措置が発動された場合はですね、アメリカ自身にもダメージがありますし、世界経済にも悪影響を及ぼすことになるわけであります。いかなる貿易上の措置も WTO 整合的であるべきだと考えております。引き続きこうした日本の立場についてですね、さまざまな機会を捉えて、さまざまなレベルでアメリカ側にしっかりと説明をしながらですね、貿易制限措置を回避するために粘り強く取り組んでまいりたいというふうに思っております。テレビ東京の松山テレワークに関しては2点をお伺いしたいです。本日テレワークでいいですが、経産省ではどんな取り組みをしているかというのが1点、もう1点、霞が関ではテレワークなど働き方改革が多少遅れているかというような指摘もあると思うんですが、そういった取り組みに関して経産省だけではなく霞が関全体でやらなきゃ効果がないと思うんですが、その点の2点に関して、今年はですね、23日から27日までをテレワークデイズとして、そしてちょうど東京オリンピック開会式の2年前にあたる今日ですね、本格的なテレワークを経産省内でも実施をしていきたいというふうに思っています。第4次産業革命ですとか人生100年時代が到来する中で、日本経済の生産性を高めていくためには、やはり時間や場所にとらわれないで多様で柔軟な働き方を可能にしていくということが重要だというふうに思っています。このテレワークデイズ、そしてテレワークデイを契機として働き方改革を加速をしていくために、経産省においてもですね、率先してテレワークを活用した働き方改革を進めていきたいというふうに思います。例えばですね、子どもを持つ職員が自宅でテレビ会議を活用してですね、こちらに登庁出勤をしている職員と一緒に政策を立案していくような形ですとか、あるいは地方に出張中の職員がですね、遠隔地から
業務を実施するなど、柔軟な働き方を実践をしていきたいというふうに思います。今回の豪雨災害でですね、テレワークは緊急時対応にも威力を発揮するということを痛感をしています。西日本豪雨の被災地でですね、被災者や被災企業の支援に現場で当たっている職員ともですね、テレワークを活用して迅速な情報共有をすることができました。現場のこの温度感とかですね、感覚をテレワークでしっかり伝えてもらうことによってですね、閣僚である私もこの本省にいる幹部もですね、迅速にこの被災地の立場に立った支援策を打ち出すことにつながったというふうに考えています。でさらにまあリモートでの企業の打ち合わせですとか、まあ、電子申請をやりやすくするためのシステム開発などですね、デジタルガバメントの取り組みを進めていくことで民間企業にとっての生産性向上にもつなげていきたいというふうに思っています。で確かに霞が関はまだまだテレワークが遅れている面があると思いますが、経産省がまず会より始めようの精神でですね、きちっとテレワークでも支障なく業務が遂行できるんだということを他省庁にもしっかりお見せをして、他省庁がそれをまあ真似ていただくことで広がっていくことも期待したいと思いますし、やはり民間企業も巻き込まなきゃダメだというふうに思っています。スタートアップ企業やですね、中小企業にとっては補助金申請の問い合わせとか打ち合わせのためにですね、わざわざ霞が関までやってくるということ自体が大変な負担になっているわけでありますから、こういう方々の問い合わせとか打ち合わせ対応にもテレワークを使えるようにしてですね、そういう方々のこの霞が関との往復時間を節約をして生産性を高めていただくということもですね、取り組んでいく必要があるだろうというふうに思っています。NHK 佐藤と申します。今日 の人事についてですね、経済産業審議官の山瀬さんが今回辞職するというその理由とですね、一連 の家計問題に対する対応を考慮する要素になったかどうか。まず加計学園の問題はですね、これは柳瀬審議官の経産審としての業務とは全く関係がありませんので、今回の人事にも何ら影響をしていないということは明確に申し上げておきたいと思います。柳瀬審議官もですね、非常にこれまで経産審として特に外国との通商交渉の分野でですね、大変な実力を発揮をしていただいた。その成果に関しては私はもう 120% 満足をしている。特に業務と関係のない事案でですね、国会に呼ばれるなど個人としては大変な状況の中であったにもかかわらずですね、経産審としての職務はフルに果たしていただいたという意味で高く評価をしているわけであります。ただ人事というのはですね、評価が高いからといってずっと置いとくというわけにはなかなかいかない。やはりきちっと年次を経てですね、世代交代も図っていかなければいけないという面もありまして、そういったことを総合的に判断をしてですね、今回人事をさせていただいたということでございます。昨日報道でですね、日本適合性認定協会がそのイギリス系の認証団体であるロイドレジスタークオリティアシュアランスリミテッドの一部の企画の認定を取り消し、不正のため取り消したという報道がありまして、で、その認定協会とロイド側も一部の認定を企画認定を取り消されたことは認めているのですが、その不正があったかどうかは明らかにしていません。このあたりについて何かご報告があったり、あるいは認定機関で何か不正があるようなことがあれば、品質保証にも関わる問題なので、どのようにご覧になっているでしょうか。これも報道で承知をしているだけであります。特に報告などは受けていません。なぜかと言いますとですね、この公益財団法人日本適合性認定協会が今ご指摘のですね、ロイドレジスタークオリティアシュアランスを認定をして、そこに民間企業が申し込んで認定を受けているということでありますので、これ全く完全に民の間の取引ということになります。いわゆる工業製品等のですね、実質規格の認証とは違って、これは経済産業省、経済産業大臣は全く関与しないプロセスということになるわけであります。この日本適合性認定協会についても何か経産大臣が認定をしているということでは
ないわけである純粋民間の取り組みということになるわけでありますので、これは個別の民の事象ということでありまして、またいわゆる工業製品の実認定とは全く、これは我々私が認証機関を認定して実規格というものが出ているわけであります。これは経済産業省として関与しているわけでありますけど、それとはちょっと全く種類の違った事案であるということはご理解をいただきたいというふうに思います。電力の自由化に伴って切り替え期間に大手電力会社が不当に安い値段を提示する取り戻し営業というのは規制する方針だということなんですけれども、大臣のご見解をお聞かせいただきます。電気の使用者ですね、いわゆる旧一般電気事業者から新電力にスイッチングをする意思決定をした後にですね、2ヶ月程度のスイッチング期間を利用をして顧客を奪われた旧一般電気事業者が新電力には対抗困難で異例に安い小売価格を差別的に提案するなど取り戻し営業を行う事例が多いという指摘があるわけであります。今ですね、専門会合においてこういった事例について旧一般電気事業者が発電コストの低い発電所の大半を保有をしているという点、そして新電力が十分なコスト競争力を確保できていないという現状における差別的な連売というのはですね、公正な競争を損なうのではないか、スイッチングに要する期間を短縮して取り戻し営業の機会を減少させるべきではないかというさまざまなご議論をいただいていると聞いております。でこの議題については20日の専門会合で検討を開始したところでありまして、現段階で対策の具体案が決まったわけではありませんが、私は公正な競争条件の確保というのは非常に重要だと、これ私の出身の電気通信の世界ではこういうことはありえないわけであります。特にその切り替えスイッチングを希望している顧客の情報がですね、営業部門へ流れるというようなこと自体ありえないというふうに思っております。当然こういうスイッチングを担当する部署と営業を担当する部署の情報交換にはですね、明確なファイアウォールが立っているのがもうこれ公正競争上当然のことだと思いますし、スイッチングになぜ2ヶ月も手続きがかかっているのかということについても非常に疑義が大きいというふうに思っております。できるだけ早くですね、きちっとした公正競争条件が整うようにしっかりと我々としてもですね、望んでまいりたいというふうに思っております。日経新聞の辻です。ロシアの石油大手ロスネプチがですね、カナフト沖のサハリン1で、不当な収入を得たとして日本の官民が出資する資源開発会社など5社に対して総額891億ルーブルの支払いを求めて提訴したということが分かりました。でロスネプチ側はがどういう趣旨や意図で訴えたのか、その計画に係る経産省として把握している事実関係があれば教えてください。はい、これはサハリン1は日本にとって非常に重要なプロジェクトでありますので、まずは事実関係の把握に努めながら、関係者の協議を見守ってまいりたいというふうに思っております。このところ暑さが続いてですね、電力需給についても関西電力が電力融通を受けるなどしました。改めてこの夏の、これだけ暑さ続いていますので、電力需給が大丈夫なのかどうかということと、電気の使い方ですね、我々なんか考えることがあるのかどうか、そのあたり伺いますでしょうか。厳しい暑さが続いておりまして、電力需要が増加をしているのは事実であります。ただ一方で、例えば本日においてもですね、日本全国すべてのエリアにおいて需要に対して十分な供給力を確保しているところであります。仮に今後ですね、どこかのエリアで電力不足の恐れがある場合にはですね、電力広域的運営推進機関の指示に基づいて各電力会社間で電力融通を直ちに行う仕組みも整えているわけであります。今後ともですね、電力供給に万が一にも支障が生じることがないように需給状況を注視をして必要に応じて適切な対応を取ってまいりたいというふうに思っています。ただいずれにしてもですね、今全国いずれのエリアにおいても十分な供給力は
確保されてますし、今後も確保される見通しでありますので、国民の皆さんにおいてはやはり熱中症対策を優先でしっかりやっていただきたい。何か今節電をお願いするような状況には全くありませんので、エアコンをしっかりかけてですね、熱中症にかかることがないような取り組みを最優先でやっていただきたいというふうに考えております。